パンズ・ラビリンスは2006年のメキシコ・スペイン・アメリカ合衆国のファンタジー映画。日本公開は2007年10月6日より。監督、脚本はギレル・モデル・トロ、PG-12 指定。内戦後のスペインに生きる発光の少女を描くダークファンタジーである。本作は世界各国で数々の映画賞を受け、第79回アカデミー賞では撮影賞。 美術賞、メイクアップ賞を受賞し、外国語映画賞では、辞典となった。本作は1993年から構想されており、最初に書かれた覚え書きは、ゲリラの尋問のシーンである。オズの魔法使い、オスカー・ワイルド、アンデルセン、グリム・ドーは、不思議の国のアリスなどのおとぎ話や児童文学から、引用している。デルトロ監督が、 スペイン内戦下を舞台に描いた作品としては、姉妹作、デビルズ・バックボーンに続いて2作目となる。タイトルにある、バンとは、ギリシア神話に登場する、牧羊神である。ただし、本作に登場するバンの造形には、同じく羊の角を持つ悪魔のイメージも組み込まれている。昔々、地底の世界に病気も苦しみもない王国がありました。その国には、 美しい王女様がありました。王女様は、そよ風と日の光、そして青い空を、いつも夢見ていました。ある日、王女様は、お城をこっそり抜け出して、人間の世界へ行きました。ところが明るい太陽の光を浴びた途端、彼女は自分が誰なのか、どこから来たのかを忘れてしまったのです。地底の王国の王女様はその時から、寒さや、 痛みや病の苦しみを感じるようになり、ついには死んでしまいました。姫を亡くした王様は悲しみましたが、いつか王女様の魂が戻ってくることを知っていました。そしてその日を、いつまでも、いつまでも待っているのでした。内戦で、下手屋の父親を亡くした少女、オフェリア。彼女は妊娠中の母親と共に、再婚相手であり、独裁政権陸軍のビダル大義に引き取られ、 森の中にある軍の砦に移り住む。レジスタンス相当を指揮する冷酷なビダルは、生まれ来る自分の子だけを気にかけ、母親も夫の意向ばかりを伺うため、オフェリアは帰れ見られず、孤独な日々を過ごす。砦での暮らしは彼女にとって重苦しいものとなっていき、本の中にある妖精やおとぎ話の世界へ、引き込まれていく。オフェリアの相手をしてくれるのは、取の家政婦であるメルセデスだけだが、 彼女の弟はレジスタンス運動に身を投じており、メルセデス自身もビガル大尉の目を盗んでこれに協力していた。ある世のこと、オフェリアの前に妖精が現れ、森の奥にある迷宮へ導く。そこには迷宮の番人パンが待っており、彼女を一目見るなり、あなたこそは指定の王国の姫君だと告げる。パンはこの迷宮が指定の王国の入り口であること。 そして姫気味であることを確かめるためには三つの試練を果たさなければいけないことを伝える。こうしてオフェリアはパンに与えられた三つの試練に挑むことになった。オフェリアが幻想の世界を訪れている間にも、現実ではビダル大尉による容赦のない相当が繰り広げられており、それは彼女の幻想と現実の世界の双方を侵食し、暗い影を落としていく。カッコ内は日本語吹き替え、 ありがとうございます。